はいどうも、夜勤明けライダーと名乗る者です。そろそろですね、春っぽい日よりもぼちぼち出始めてきている今日この頃なんですけれども、今回の動画はですね、僕の大好きなレッドバロンさんが誇る最強の携帯型バイク用ロック BL10 の破壊に挑戦してみた動画になります。この BL10 というバイク用ロックなんですけれども、レッドバロンユーザーの方の中で知らないという方はまずいらっしゃらないんじゃないかなと思います。しかしですね、一応この動画で初めて見た、初めて聞いたという方のために、どんなロックかを説明しますとですね、バイク買取販売の最大手であるレッドバロンさんが販売しているプライベートブランドのバイク用ロックなんですね。別にレッドバロンでバイクを買わなくても、レッドバロンに行けば普通に単品で買うこともできますし、個人売買にはなりますけれども、ヤフオクやメルカリなんかで中古品も買うことができるんですね。この BL10 単体で使うのももちろんいいんですけれども、レッドバロンさんが扱っているバイク用盗難保険とセットで使うとですね、さらにその効果を最大限に高めることができるですね。まあどういうことかっていうとですね、まず基本的にレッドバロンでバイクを購入した際に、レッドバロンさんが扱う盗難保険に加入するのであれば、この BL10 も同時に購入する必要があってですね、なんだよそんな抱き合わせ販売みたいなことをしやがって、これだからレッドバロンはダメなんだよなんてね、アンチレッドバロンの方は思うかもしれないんですけれども、盗難保険に入るのと同時に購入すればね、本体価格はほぼ半額に割引してもらえますから、どうかね許してあげてください。まあそんな話は置いといてですね、万が一ですね、買ったバイクが盗まれてしまって、レッドバロンさんが扱う盗難保険を使う場合はですね、この BL10 を装着していたにもかかわらず盗まれてしまったというケースでないと、保証を受けることができないっていうケチな条件はまああるんですけれども、しかしながらですね、ハンドルロックのかけ忘れやキーの抜き忘れなどの過失もなくてですね、 BL10 をちゃんと装着した状態で盗まれてしまったならば、購入から1年以内であれば販売価格の 100%、 2年目ならば 90%、 そして3年目では 80% が保証してもらえるというですね、要するにそれだけレッドバロンさんが自信を持って製造販売している携帯型としては最強の部類に入るバイク用ロックなんですね。なんか警視庁だか警察庁のお墨付きをもらっているとか、折りたたんでポーチに入れれば携帯もできますし、まあそれなりに重量はあるんで、実際僕は携帯していませんでしたけれども、それでもね、比較的携帯しやすいバイク用のロックとしては、とてつもなく頑丈なレッドバロンさんの自信作なバイクロックなわけなんですね。じゃあですね、実際にその自信のほどはいかにということでですね、バイク窃盗なんて一度もやったことのない僕ではあるんですけれども、この BL10 の破壊に挑戦してみようという企画の動画になります。果たして簡単にぶっ壊すことができるのか、はたまた破壊できずに失敗に終わってしまうのか、よければですね、最後までご覧ください。それでは行きましょう。この動画はバイク窃盗を助長するためのものではなく、ロック破壊の手口を共有して盗難対策に役立ててもらおうという意図で作られた動画なのだ。ですので、ご理解賜りますよう、お願い申し上げるのだ。こんにちは、はじめまして。バイク窃盗団の闇バイトで生計を立てているものです。今日はね、ソフィーさんっていう人からの指示でね、このレッドバロンが誇る最強のバイク用ロック BL10 を破壊してみたいと思います。早速やっていきましょう。まず最初に試してみたいのが、もう何年も前に海外の YouTuber さんによって暴かれた BL10 の欠陥ですね。欠陥と言っていますが、その海外の YouTuber は事前にリスナーと相談しながら、かなりの細工を施しているみたいだったのだ。なので、欠陥という表現は適切ではないのだ。詳しく知りたい方は、概要欄にその動画のリンクを貼っておくので、確認してみることをお勧めするのだ。ここの隙間にピンセットをこう入れ込んで、ハンマーで叩いてね、入れ込んでやると簡単にここがパコッと外れるっていう動画が何年も前に話題になったんですけれども、でこの BL10 は2015年に購入したものなんですけれども、これについて改善されているのかなと検証してみたいと思います。あ、もう角度的にこれ無理っぽいですね。とりあえずやってみますか。あ、入るな。入るは入るけど、ダメか。ダメっぽいですね。入らないっぽいですね。ピンセットの方が歪んじゃいましたね。これね、接合部の中の留め具が鍵を回すことによって上がったり下がったりしてですね、あのロックが止まったり解除されたりするわけなんですけれども、これなんですけれどもね、施錠された状態だとですね、これあのピンセット差し込んでも全く動かないんですね。まあそもそもこれ入っていかないような作りになっていますね。ここで止まってる跡がありますね。
これはいいと思います。それでは続きましてですね、こちらのハンマーでちょっとぶったたいて壊れるかどうか試してみたいと思います。いきます。やってみようか。この野郎、この野郎。いや違うんです、レッドバロンさん。決してレッドバロンが憎くてこんなに力いっぱい叩いてるわけじゃないんです。この BL10 の有用性を確かめるためにやむを得ずやってるんです。団長の思いでやってることなんです。これ外側のジューシーは多分強化プラスチックじゃないですかね。密度が高い感じのプラスチックですね。これは相当いいですね、これ。続きまして、金切りノコギリ。ダイソーの100円で買った金切りノコギリなんですけれども、こいつで切れるかどうか試してみたいと思います。おりゃダメですね。外側のプラスチックは切れましたけど、中の金属はビクともしてないですね。ちょっと反則かもしれないんですけれども、一番ここの細くなっている部分でですね、切れるかどうか試してみたいと思います。いやダメっすね、これ。傷一つ入ってなくないですか。どんだけ。続きまして、ボルトクリッパー。こいつだったらね、傷の一つぐらいはつけられるんじゃないかなと思いますので、ちょっとやってみたいと思います。真似してはいけません。それではいきます。よっ。これもダメですね。傷一ついってないです。ボルトクリッパーでも切れません。続きまして、油圧式ジャッキー。もうだいぶ昔の話にはなるんですけれども、あの車用のパンタグラフジャッキーってあるじゃないですか。あれをですね、このロックの内側に入れ込んでジャッキアップしてロックを破壊するっていう手口が昔流行ったんですね。もう今ではね、ロック側がそれに耐えられるようになってると思うんですけれども、念のためですね、この車用の油圧式ジャッキで破壊できるかどうか試してみたいと思います。怖いな。大丈夫かな。いやもう油圧式のジャッキでもビクともしないですね。メキメキメキぐらいの音はするかなと思ってたんですけれども、全くそんな音もしないですね。頑丈っすね。やばいっす。このまま破壊できませんでしたなんてソフィーさんに報告するわけにもいかないんでね、このディスクグラインダーで切っていきたいと思います。こんなバカでかい音がするものはね、我々闇バイトの人間は使わないんですけれども、この際そんなことは言ってられないんで、どんな手段を使ってでもこの BL10 を破壊してみたいと思います。高齢者問題は文字通り命がけで。これは時間をかければ切れますね。まあグラインダーを使えばね、大抵のロックは切れると思うんでね。まあこんな大きな音がする道具をね、使っていたら今頃もうおまわりさんに捕まってると思いますんで、絶対使わないんでね、我々は。すごいロックなんじゃないかなと思います。ソフィーさんすいません。今回のバイトは失敗です。
許してください。ということでですね、自称バイク窃盗団の闇バイト君がやってみたこの BL ペンの破壊なんですけれども、見事に失敗に終わってしまったわけなんですね。一応最後に使ったディスクグラインダーであればね、あのまま使い続けていたら最終的には切れていたと思うんですけれども、あの日はね、あの後ちょっと用事があったので作業が続けられなかったんですよね。本物のバイク泥棒だったらね、もっともっと時間的にも気持ち的にも余裕のない中での作業になりますから、仮に BL10 を破壊してバイクを持っていこうとしてもね、あれだけ頑丈で壊すのに時間がかかるのであれば絶対途中で諦めるんじゃないかなと思いますね。別の手段としてね、とりあえずバイクを BL10 ごと車に積んで持って行って他の場所で破壊するにしてもですね、壊すのにあんなに手間と時間のかかるロックがついたバイクなんて持って行ったら、指示役のソフィーさんがブチ切れるんじゃないかなと思うんですよね。お前これ BL10 じゃねえかよ、これだけは持ってくんなってあれだけ言っただろうがよ。いやすいません、慌ててたもんで気づかんかったんすよ。気づかんかったってお前、こんなブルーとオレンジのふざけた色をしたロックなんて BL10 以外にねえだろうがよ。二度と持ってくんじゃねえぞこの野郎ってなるんじゃないかなと思うんですよね。もうとにかくね、バイク窃盗を未然に防ぐためにはカバーとかでとにかくバイクを見えないようにするっていうことと、ロックを買うときには例えば予算が3万円だとするならば、その3万円を丸々使ってですね、 BL10 のようなタフネスなロックを一つだけ買ってつけるのもいいですし、1万円ずつ出してですね、そこそこいいロックを3つ買ってつけるか、もっと安いロックでももっとたくさんつけるかなんですね。プロの手にかかればね、時間と手間さえかければ外せないロックなんてありませんけれども、とにかく自分がバイク泥棒だったらこんなことをされたら嫌がるだろうなというようなことをできるだけやっておくしかないんですよね。というかね、そもそもバイク泥棒なんて最初からいなければ何万円も払ってロックを買ったり盗難保険なんて入らなくても済むわけですから、本当にもうマジで泥棒だの闇バイトだのやめていただきたいですね。もう迷惑千万ですよ本当に。最後に補足なんですけれども、今回の動画を撮影するにあたってですね、自分はボルトクリッパーを持っていなかったもんですから、行きつけのホームセンターに買いに行ったんですね。でそのホームセンターでは切断径が10ミリ以下のものだったら値段も数千円で誰でも手軽に買えるような陳列がなされていたんですけれども、切断径が10ミリ以上のものになるとですね、その値段は1万数千円とか、いいものになると3万円近くもしてですね、さらに陳列棚に鎖と南京錠で固定されていてですね、素人がおいそれと買えるような代物ではなかったんですね。ですのでですね、バイク用ロックを選ぶ際の一つの基準として、そのロックの径太さがですね10ミリ以上あるかないかということも考慮して購入した方が、まあ絶対に盗まれないとはね言い切れませんけれども、バイク泥棒からしてみたらね、嫌がるポイントになるんじゃないかなと思いましたので、参考までにお伝えしておきます。ちなみに今回の撮影でコテンパンにしてやった BL10 なんですけれども、かなり傷物にはなってしまいましたけれども、それでもね、下手なバイクロックよりもよっぽど信頼できますんで、今でも使っていますね。ということでですね、今回はこんな感じの動画でしたけれども、いかがでしたでしょうか。この動画をご覧になった皆様のバイクの盗難対策の一助になれば幸いです。そしてこのチャンネルではですね、バイクやバイク用品のレビュー動画、バイクにまつわるエピソードトーク、また一人芝居によるバイク関連のコント動画、そして今回のようなバイク乗りにとって役立つような情報を選んで発信しているバラエティに富んだバイクチャンネルになります。よければね、他の動画もチェックしてみて、気に入っていただけましたらチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。もちろん評価コメントも心待ちにしております。遠慮なくどしどしですねお寄せいただけると動画作りの励みになりますので、とても嬉しいです。それでは今回はこの辺で失礼いたします。よければまた次回動画でお会いしましょう。バイバイ。